韓国に金メダルをもたらしたフェンシングの男子サーブル団体チームが自国で注目の敵となっている。オサンウク、クボンギル、キム・ジョンファン、キム・ジュノは去る28日、幕張メッセで行われた東京2020オリンピックフェンシング男子サーブル団体決勝で、イタリアに勝利した。ロンドン五輪に続く2連覇だった。韓国では、選手たちの優れた実力、韓流スター並みの容姿が連日話題を独占し、今大会最高のスターに浮上している。そんな中、選手たちへの関心からフェンシング人気にも火がついた。幼い子供を持つ親世代、趣味活動を望む若者たちからフェンシングアカデミーに問い合わせが殺到しているという。特に、女子フルーレのメダリストであるナムヒョンヒが運営するアカデミーはホームページが麻痺する状態が続いている。韓国ネットユーザーらはフェンシングの強豪になりましたね。さすが全てにおいて早い民族。どれだけ多くの人を魅了するのかなどの反応を見せた。